が内側から引っ張られてるみたいな。力が制御できてないんだ。教師で発動できたもの、止め方がわからないんだろう、エリー。緑山が命を落とす。それが私の見た変えようのない未来。体感した感じで分かった。体が戻り続けるスピード、じゃあそれ以上のスピードで常に大怪我し続けていたら、ワン・フォー・オール・フル・ガウル 100%!としての流れ、変異が起こる前の形へと巻き戻す。エリにはそういう力が備わっている。個性因子を消滅させ、人間を正常に戻す力だ。個性で成り立つこの世界を、断りを壊すほどの力がエリだ。俺に渡せ。分解するしか止める術はない。消滅したくなければエリを渡せ。絶対嫌だ。そっか、僕の足が折れた瞬間に痛みよりも早く折れる前に戻してくれてたんだね。とっても優しい個性じゃないか。目の前の女の子一人救えないで。エリの価値もわからんガキに利用できる代物じゃない。正義だけの、感情論だけの、ヒーロー気取りが俺の邪魔をする。なめるかよ。きっと未来はある闇の空を。